ルテアトル、銀座バイパルコは、東京都中央区銀座の銀座テアトルビルに存在した、劇場。株式会社パルコが運営していた。客席数は772席。同劇場の前身となった、映画館、テアトル東京についても、本校で記述する。テアトル東京のコケラ落とし作品、7年目の浮気。主演のマリリン・モンローとトム・イーウェル。 テアトル東京の開業は1955年11月3日。1946年に東京テアトルの前身、東京工業株式会社の第一号館として開業したテアトル銀座を発展させる形でスタート。テアトル銀座は同館の地下に名画座として引き続き営業していた。シネラマや 70mm の大画面に対応した映画館として、 ベンハー、西部開拓史、2001年宇宙の旅、未知との遭遇などのヒット作や大作を上映していたが、テレビの普及に伴う映画館事業の衰退もあり、1981年10月31日、天国の門の上映を最後に閉館した。テアトル、東京閉館後、建物は全面的に改築され、1987年3月、銀座テアトルビルが竣工。 ドービルの3階に、銀座セゾン劇場、5階にミニシアター、銀座テアトル声優がオープンした。しかしセゾングループの資産売却などの事情も重なり1999年に一時、閉館。2000年4月に、同じセゾングループの東京テアトルが、劇場事業を継承し、ルテアトル銀座と解消。 銀座テアトル声優は銀座テアトルシネマに改称し営業を継続した。ルテアトル銀座に改称以降は演劇のみならず、落語会や音楽家のコンサート、名作映画のリバイバル上映も不定期に行っていた。開業20周年を迎えた2007年3月、株式会社パルコに運営移管されるとともに、現名称に変更されたが、2012年5月16日、 授業への再投資や財務体質の改善などを理由に2013年5月をもって同館と銀座テアトルシネマの営業を終了することが銀座テアトルビルの所有者である東京テアトル株式会社より発表され2013年5月31日黒柳徹子主演のステラと上位をもって閉館し26年の歴史に幕を閉じた跡地は コナミグループの不動産会社、コナミリアルエステートが購入し、コナミクリエイティブセンター銀座として再開業する予定。ありがとうございます。